6月29日水曜日午後1時セブンブリッジ始まりました。お相手はあゆちゃま、ゆうち、姉さん、翔平平がお送りいたします。この番組は宜野湾市普天間デイゴ通りにあるセレクトショップセブンブリッジでつながった仲良しメンバーがグッドアフタヌーンなお時間を1時間生放送でお届けいたします。そしてお昼からノンアルコールで乾杯フリートークのコーナー、私たち平均年齢30歳で恋愛について語るラブ R30 のコーナー、本日は好みのファッションについて語ります。はい、そして謎のイケメンプリンスゆうちが独自の世界観でお届けするパン屋のコーナーがあります。あなたの恋愛観、私たちへの質問等のメッセージをお寄せください。お待ちしております。はい、メッセージの宛先はメールアドレス 797@fmginoan.com、 メールアドレス 797@fmginoan.com、懸命に番組名のセブンブリッジ、あなたのラジオネームをお忘れなく。また動画配信アプリツイキャスユーストリームからもお楽しみいただけます。皆様の ご参加お待ちしております。セブンブリッジ、この番組は宜野湾市デイゴ通りにあるセレクトショップセブンブリッジ、北谷町美浜スポーツストレッチングスペシャリティ 3S 沖縄店の提供でお送りいたします。さあ始まりました。今日はあゆとゆうちと翔平、姉さんお休みということで、はい、助っ人でスタッフの山内さんも参加してくれます。はい、こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さん1時間、はい、ぶっ飛び番組ですからね。ぶっ飛びますからね。ぶっ飛びましょう。若干私二日酔いなんだけど。そうですね、はい、はい、今日は妹の運転で来ましたので安心です。はい。じゃあ、はい、ツイキャスからもメール来てますね。あれ、音が聞こえていません。そうですか、はい、ツイキャスかな、はい、聞こえますかね。今大丈夫かな。マミーさん、はい、はいさーいということで、はい、ちょっと今音が鳴るように調整してますので、はい、よろしくお願いします。はい、では曲最初に行きたいと思います。まあ、姉さんがね、今日お休みということはなぜかと言いますと、セブンブリッジ洋服のね、仕入れに韓国に出張行ってるんですけども、はい、はい、先ほどメールいただいて曲のリクエストいただきましたので、そちら紹介したいと思います。とジェイミー・フォックスで You Changed Me をかっこよく言ってて山下さんに怒られたんだけど、待ってよ。はい、行くよ、かっこよくね。ジェイミー・フォックスでYou Changed Me フィーチャリングクリス・ブラウンでどうぞ。声が出てないです。あ、やっぱり。あ、本当なんかこっち動いてない。マイクが動いてない。あれ、はい、ってない、ミュート。これたまになるんですよね。はい、パソコン戻ったんですね。でパソコン、はい、新しくマークにしたもんで、設定とか、来てないね。じゃあ、あれしようか、ちょっとこれを立ち上げ直そうか。立ち上げ、マイクはあっちなんですよ。マイク、こっちの方になってます。マイク来てるか、それ。マイクは来てますね。打ち上げ直したら大丈夫です。あ、今来てるぞ。あ、来てます。今来てますね。はい、OK。メイクごめん、あっちも閉めてもらえ。はい、結構でくれん。聞こえますか。あー、大丈夫そうですね。今音入りました。イエイ。今曲が流れてます。裏では雑談してます。今日若干翔平元気なくない？お疲れモード？はい、太陽に当たりすぎてきついっす。夏バテ？きついっす。外でやってるんですか？あ、そうだよ。昨日海行ってたんで。ああ、誰とまた？ちょっとめっちゃ黒いですね。こんなの来たの？
翔平さんは結婚してるんはい、はい、結婚してます。あ、してるはい。じゃあ、ちょっとやばい感じなんだ。やばい感じ。じゃあ、本当にあのスタッフっす。スタッフ、スタッフ、3S のスタッフ。上原さんは女の…ん女の人ですか。違うだろ。聞こえてるからやばい。やばい感じなんだね。それやばい感じです。マジやばいです。じゃあフリートークのコーナー、じゃあちょっとざっくり翔平の仕事のどういった仕事してるかっていう紹介ね。 3S って言っても分からんからね。そうですか。そういう話するか。はい。ジアーズの時。うん、ジアーズ、ジアーズね。うん、じゃあ CM 一回行こうね。はい、これなはい、OK です。YouTube に曲締めさせていいですか。 OK OK。 お知らせの後は昼から乾杯、昼からチアーズのコーナーです。噛むのは聞いてるよね。茶かみ、茶かみ、姉さん、噛むな、聞こえ。終わった？じゃあ行こうかな。はい。お届けした曲は、もう一回ね。お届けいたしました曲はジェイミー・フォックスで You Change Me、 フューチャリングクリス・ブラウンでした。さて、おし…あ、ごめんごめん、大丈夫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 、いい具合で消えたから大丈夫、大丈夫、大丈夫、笑い、こ…面白いですね。もうでも…もうでも、いいぐらいにパッと、ね、そうそう、次に入ったから。YouTube、今日もやらかしてくる、あの、これ、椅子、椅子、本当に危ないですよ、こんなやったら。先週さ、そのままこっちずっこけたよ、後ろに、見た。曲中でした。そうそう、じゃあ乾杯してみんなが昼からジャーズって、はい、曲ね。一応韓国のあれみたいな、うん、ほんと韓国、韓国の K-POP、流すんですか。韓国っぽいね、韓流。韓流っぽい。うん、韓流っぽい。流すよ。あにゃっさよ。今日のあれ大丈夫？あ。ハングル講座。あ。オッケー。あ、どうしよう、調べよう。聞こえましたよ。コンベ。コンベって何？マミーさん、コンベ。あ。コンベンション。コンベンション。何コンベンション？コンベってなんだろう。なんだろうね。あ、韓国語で乾杯って。あー、すごい。お、コンベにしよう。コンベ、今日はじゃあコンベ決めてなかったな。昼からチアーズ。さあ、昼からチアーズのコーナーです。このコーナーは午後も元気出してテンション上げてこうということで、お昼からノンアルコールで乾杯しながら世間話、心境報告など楽しくお話しするフリートークのコーナーです。イエーイ。はーい。今日はねさっさ姉さん休みだからさ、うん、なんか変な感じするよね。そうです。うん、翔平も喋らんからよ、あんまり。まあ、僕はスタッフだからとか言ってますけど。でもさ、なんかさ、あのほら、やっぱりこのスポンサーにもなっていただいてる 3S、はい、沖縄店の、はい、
ことをちょっと聞きたいなと思って、はい、これどういうあれなんですか、どういうストレッチング、うん、ストレッチングのや、スクールじゃない、なんていうの、専門店ですね。専門店、ストレッチ専門店で、うん、ストレッチをやるんですよ、うん、ストレッチをやる、ストレッチって言っても、自分でできるよみたいな感じの人が多いと思うんですけど、うんうん、あ、そうだね、なかなか見たことのないストレッチを30分間やるんですね、うん、そうね、ド S の、そうすることにより姿勢が良くなります、うんうん、勝手に、勝手にそうそうそう、でもさ、はい、翔平もいつも言ってるけどね、姿勢はやっぱり基本ですよね、姿勢が良くないと、うん、まあ、ダイエットとかにも、うん、やっぱり関連してくるし、はい、歩き方、病気にもつながったりとかもね、そうですね、いろいろなってくるので、うん、やっぱり姿勢は大切だなと思う。あやこちゃんやったことあるの？私ありますよ、通ってるんですけど、うんうんうん、今は慣れたんですけどね、うん、一応最初は、うん、ちょっと痛いかな、痛い声出ますよね、声出ますね、あ、ゆうちもやったんだ、うん、自分も、ゆうちもは通ってるんですけど、うんうん、そうそうそう、これ筋肉もつくんですか？筋肉はつかないです、うん、筋肉はつかずに正しい体の位置になるので、うん、そうそうそう、自分、前までずっとイカ生だったんですけど、うん、それが治ってて今、おすごい、めっちゃ若いのにイカ生生まれつきイカ生みたいな、イカ生イカ生って上の部分が膨らむでしょ、ご飯食べたら、うん、下です、あ、下が、へその下、あ、へその下が、うん、そうそう、それがもう今正しい位置、うん、なってます、慣れてるんだ、そうそう、自然に、そういう効果もあるのかな、まあ、ちょっと分かんないです、そうそう、あります、あります、効果ありますよ、効果あるんですね、はい、そう、一応あれなんですよ、山下さんもやったら分かると思うんですけど、うん、普段なんか自分では触らない場所っていうか、うんうんうん、死に溝内の中の方の筋肉をデジ押されるんですよ、うんうん、押すの、翔平さんが、そこは押さないとストレッチできないので、うん、押すことがストレッチなんですね、それは、そう、僕は押します、そっか、だから体触るとか選手なんか言ってましたね、先々週だっけ、そう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 、体触るの、これは触り目的でとか、違う違う違う、やめてください、それはない、それはね、仕事に関わりますからね、それはないですね、はい、それはないですね、うん、ただド S っていうぐらいだから本当に結構痛い、結構痛い、で、叫んでるの見て笑ってるんですよそう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 なんです、そんなに痛いとか言われて、あ、なんか自分が悪いみたいな感じになるんですよ体が硬いと痛いですね、硬い人ほどやっぱり硬い人ほど痛い、はい、動かしてない筋肉を動かすので、うん、伸ばすので痛いんですよね、うん、それがなかなか、なかなか、そうなんです、理にかなったストレッチだと思います、今の日本人にとって、お、はい、いいですよね、ぜひ、私もおすすめです、やればやるほど気持ちよくなっていく感じなので、うん、でも山下さんも行ってみてください、うん、そうですね、はい、僕も一回体験しましょうか、いや、見てみたい、あ、俺痛いの苦手なんだよ思いっきり伸ばしますよ、うん、いや、デジ苦手だよ、デジ苦手、うん、あれですよ、姉さんも、うん、やってから一回一緒に行ったんですよ、うん、私もデジ、あの姉さんがどんな反応するんだろうってムービーも撮ったんですよお母さんとか言って叫んでたんですけど、で挙句の果てには舌打ちしてたっていう言ってて、イライラしてたで、そして翔平が今舌打ちしたみたいな感じで、それぐらい慣れるまではまあ多少ちょっと痛いですけど、後から気持ちよくて、まあ姿勢が全然変わります、変わる、もう S の字、うんうんうん、3S だけに S の字そうですね、本当に、まあ、S の字がいいの、いや、まあ実際S 字なんですよね、専門ってまっすぐってイメージじゃないですか、はいはいはい、湾曲していってるんで、うん、S に見えるんですよね、綺麗に、そうそう、でそれがしなやかな動きを生むので体を、おー、だからその体に持っていくと循環が良くなるんです、全体の体の、うん、だから痩せる効果もあったりとか、まあ、腰痛ですよね、猫背腰痛、肩こりが改善されるっていう、そして、うん、イカ水も治るかもしれないっていう、イカ水分かんないです治るとは言えないです初めて知り合い違う違う初めてではないそんな 3S はどちらにあるんでしょうか、北谷町美浜の、ヒルトン近くに
あります、うん、そうなんですね。そうですね、ロケーション超いいですよ、ね、あ、そう、ロケーションはすごく良くて、うん、あの海外の人がよくこの撮影とかで来ます、うん、あ、へ、すごく、そうなんですよ、はい、通路、うん、後ろ側がちょうど海になってて、うん、この通路、翔平なんかお店に行くとこの通路が、うん、夕日がすごいちょうどピューって見える、そうそうそう、そう、見えて、そうそう、ピューって見える、あ、ピューってピューって見える、ピューって見えるんですよ夕日がピューってなんですよ夕日ってピューって出てくるでしょピューってあまり出てこない気がするな、まあそんな感じで、あの、そんな感じ、そう、夕方ぐらいに長編のストレッチングでね、はい、予約して、はい、夕方しか来なくなる11時からいで、そして翔平の帰る時間を遅めよう、あ、だめだめ、もうそれはちょっと勘弁してください。営業時間は何時なんですか？11時から昼の、うん、夜の9時まで、9時までやってます。予約制ですか？完全予約制です。完全予約制、はい、電話番号が、電話番号言ってもいいですか？はい、098-989-7997です。098-989-7997です、ね、こちらに電話して、はい、ぜひ体験してみてください。お願いします。ありがとうございます。はい、でまだフリートークちょっと続くで、はい、まだ時間ありますけど、うん、何喋れます意外ですかね今日なんか決めてませんでした今日決めてないですね、まあ、恋愛感今日はね、恋愛 R30 のコーナーでは、はい、恋愛感のことについて、うん、あのテーマはですね、好きな好みの服装、はい、R30 のコーナー行くの今、あ、じゃあ皆さんのねメッセージもお寄せしてますよ。あ、そうだ、そうだね、さすが、さすが皆さんのコメント待ってます。好み、相手にしてほしい服装だったり、まあ、街中でこういう格好してるなんか女性男性がいたら、あ、ドキッとしてしまうみたいな、うん、そういったメール、うん、メッセージもお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、まあ皆さんファッションすごいですよね。こだわり、こだわり、あ、一応そうですね、まあ、月にお金をかけますね。ファッションといえばね、その、うん、愛もいつもなんていうの、いい格好してる、いい格好してる、いい格好してます、おしゃれな格好、おしゃれな格好、私あれです、プチ今流行りのプチブラ、何プチブラって、安い服装でおしゃれ楽しむみたいな、あ、まああれです、ユニクロとか、H&M とか、 H&M とか、あとは何ていうのかな、何がある、フォーエバー、 GU とかフォーエバーとか、ー安くで買えるものを、うん、あ、これそうなの、これは弟がやってるギャップっていう、はい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 、GAP の、これかわいいですね、これかわいいですよ、サマーニットで、そうそう、ちょっと暑いサマーニットなんか二日酔いの私にはちょっと暑いんですけど、暑くなる、あ、そうか、暑くなる、まだ残ってるから、ね、そう、残ってるから、うん、この後そば食べに行こうと思って、あ、いいね、沖縄そば、締めの締めとはね山内さんも二日酔いでしょ。そう、だから僕さっきねラーメン食べたんですよ。あ、ラーメン食べました。そうラーメンのスープ最高ですよね。最高二日酔いにはね。そうおばさんですね、おじさんとおばさんですね、おじさんとおばさん、みんな同じくらいでしょ。あ、さ、じゃあ二日酔いの日に何食べたい？朝っていうか、まあそう、昼でも来てからね、うん、うん、自分は味噌汁飲みたいですね。あ、味噌汁もあるよね。味噌汁、しじみ入りとか、しじみ、しじみいいよね、しびるよね、そうなんかほっとしたい、ね、ほっとしたいね、ほっとするんですか、それでコーヒー的な味噌汁いいよ、マジっすか、うん、しみる心に、心に体とかじゃなくて、そう、二日酔いってさ、ある意味ちょっと病気さもうちょっとだるいんだよ、だるい、そう、でも誰も構ってくれ、あの、看病してくれない、それはね、もう自業自得だから、そうなんか病み上がりみたいな、そう、病み上がりみたいな感じだけど、まあ自分にいたわるみたいな、味噌汁だけ、モンキーさんが、うん、年寄りかって、モンキーさんねマミさん、ユーチ頑張ってます、ユーチ頑張ってるってよ、褒められてるで、へーへーじゃない翔平さんは飲まないの？僕飲まないですね。あ、だからわからないのか。そうじゃないですね、けど一回、うん、めっちゃ酔っ払ったことがあって、うん、もう二日酔いみたいな、もうだるいんですよ、動けないぐらい、うんうん、酔っ払ってたんですよ、うん、ですけど、あのスポーツやってるじゃないですか、うんうんうん、汗出し、うん、はいはいはい、
スーツサウナ着て、うん、1時間走ったら、うん、酒がさって抜けていきました。やば、汗で脱水症状起きない。あ、水飲みながら。あ、水飲みながらってこと。うん、めっちゃすっきりしました。お、そうそう、スポーツやったらいいって言いますよね、うん、汗かいたらね。動いた方がいいんでね。うん、もうね、体から出ていくのが分かります。お酒が、汗が、汗で、お酒が、はい、汗は出る、出る、汗は出る。じゃあやってみてください。やってみる。あ、じゃあ今日走って痩せるし、うん、二日酔い治るし、うん、もう最高です。最高ですね。ちょうどね、はい、モンキーさんからコメント、二日酔いの時は迎え酒が一番って来てますね。ああ、それもわかる。わからない。ただの酒飲まんじゃん。じゃあただの酒飲まんだね、はい、でもさ、私もこの気持ちわかる。迎え酒って、うん、あの今日飲んだ、あ、飲んだ日よりも飲めるんですよ。マジで迎え酒は、うん、あんまり二日酔いしないっていう。え、そうなの、うん、下手したら三日酔い。飲みすぎるから。じゃあ皆さんやってみましょう。じゃあ、ね、ね、三日酔いを。三日酔いを。三日酔いをやるんですね。迎え酒をやる、やろう。迎え酒をやるわけ。試してみましょう。どんなよ。なんか次の日バーベキューとかな、休みの日だったらできますね。あ、そうだね。うん、まあ二日ぐらいお休みいただけたらね、できるね。じゃあ二日やるとき迎え酒をやってみるということで、うん、結論に至りました。結論に至りましたね。二人がやるんですか。翔平さんもやるの。あ、僕は二日酔いしないので、うん、あ、見ときましょうね。、うん、ちょうど今山内さんと私二日酔いさ、はいはい、この後飲みに行きます。いいよ、全然全然いいよ。ガンガン飲むっす。ガンガン飲むに。この時間が飲めるところってあるんですか、逆に。この時間から、はい、まあ、海とかで買ってからじゃない、何か。ビーチ沿いの、なんか。ビーチ沿いとかでね、カフェとかだったら。うん、飲めるはずよ。この時間から飲めるとこあったらいいですよね。うん。あるじゃない、飲めるところ。うん、ありますよ。いっぱいあるよ。うん。チャタン方面だったらあるじゃん、いっぱい。甘いですか。貝とか。ああ、おしゃれな。うん、おしゃれな貝とか。はいはいはい。KI の貝、ね。KI の、そうそうそう。あっちとかでも飲めると思うんですよ。うん、そうそうそう。いいですね。いいですね。はい。二日酔いの時の迎え酒っていうのはもう二日酔いが残ってる時にやらないといけないの。そう、夜はダメ。夜、あ、夜でもいいですよ。夜まで残ってたら。夜まで残るってあんまないよね。ないですか。うん、ある。もうそういう毎日そんな感じです。毎日迎え酒じゃないですか。迎えてるぞ毎日。毎日でも週に 1,2 回は休館日はあります。あ、あるんだ。あ、休館日はちゃんと作る。えらい。はい、うん。まあ、ルーティーンが良くないらしいですからね。同じことを同じ時間に同じものを飲むっていうのが体に悪いそうなんです。あ、そうなんだ。そうそう、それはもうアルコールに限って、アルコール、そうそうそう。だからちょっとリズムを変えてみたりとか、木曜日休館日とか作ったらちょっとずらすとか、水曜日に休館日するとか、なんかリズムをずらさないとなんかあんまり良くないみたいですよ。だから誰が言ってたか分からない。絶対嘘でしょ、それ。それ嘘だよ、絶対。なんか一気に怪しくなる。嘘じゃないから。だから二日酔いには迎え酒が一番ということですね。そうですね。はい。はい、じゃあここまで、はい、昼からチアーズのコーナーでした。じゃあ曲の方、はい、いきますかね。はい、うん。ゆうちから。ゆうちおすすめの、マドンナで Girl Gone Wild。音が悪いかな。なんかプツプツ言ってる。音が悪いっていうね。ノイズが入ってるって、ね。ちょっと待ってくださいね。誰か連れてきたんじゃないですか。こっちにいるわけ。え、リアルガチですか。うん、リアルガチ。ガチですか。うん。山下さん見える人？うん、見えないけどね、いるってみんなが言う。ま、見える人。うん。ごめんなさい、一回消します。怖い。怖いですよ。何がいるんですか。そういう幽霊、霊的な。そういう現象が起こるんですか。見えたりみたいな。うん。あ、俺なんか見えないよ。見えますでしょ。見えない。あの、あれ、見える人がみんな言う。見える人多いんですか。多い多い。え、このスタジオにいるってことですか。うん、この場所に。FM ギノワン全体に。何人。
グリーゾーンなんか何人ぐらいのなんかね1体とか1体だけそう水とか変なもんじゃないじゃないですか例、うん、なんか悪さする悪いのとかいいのがいるって聞いたことあるでも悪いのなんじゃない悪いのなんですかなんかさ お払いしてこいって言われたよ本当にあやばいさじゃんそうやばいっけ産後あったのって言ったんですか産後あれああどこが動くの？あの黄色いのあの左のマイク動いてますよ。はい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 。あ入ってますか？ノイズノイズどんなかな？ノイズオッケーオッケーノイズは入ってません。ますかあんまり変わってないかなって変わってないんだそうなんだ嘘嘘あこれ返事じゃねあそういうこと？そう。ありがとうございます皆さん、ね、答えていただいてねもうほんとリアルタイムでノイズは少しねって誰かいるんじゃないのうん塩うん塩ペッペッペー塩塩怒られちゃいますよそれ逆に怒られて、ね、逆に怒られて死にノイズ入りそうしペッペッペ斉藤さん斉藤さんあ、妹がうまい斉藤さんそうなのそうそうそう妹さんは何をしてる人妹はお坊さんしてますあはい真面目な子供が好きなので、うん、大好きやろありがとうございますやっちゃ面白いねモンキーさんはよくコメントくださるんですかうんうん、あ、本当ですか？モッキーさん、はい、前も来てました、ま、ね、前も来ててありがとうございますあ、皆さん知り合いと思ったら違うんだあ、お知り合いなのかなあだ、まあ、ラジオネームなのでモンキーモンキーにまたがるゴリラ マーミンさんは知ってるのマーミンさんは多分わかんないですわかんない会、うん、ったことないですないです、ないです多分違う、わかんない会ったことないあと紹介するはい、曲はい、お送りいたしましたのはマドンナでガールゴンワイルド、お知らせの後はラブ R30 のコーナーです OK また切るから切られるかなってちょっと構えてたすごい、あ、モンキーにまたがる内地から見てますよってお、そうなんだ、ありがとうございますうちなんちゅうなのかなねえうちなんちゅううちなんちかなマミーさん、ただの通りすがりですってありがとうございます それで毎週のように来てくれる ねえ、寄っていただいてありがとうございます、うん、コメントもねしてくれて嬉しいですねね、嬉しい翔平さんの次曲名分かる東京1年生東京1年生東京1年生はい面白い歌だね竹原さん竹原ピストルズ竹原ピストルズは面白いですよねへえ聞いたことないです CM でも流れてます、うん、沖縄の人あそう違いますうんうちなんちってモンキーさんあそうなんだうちなんちさーっておおじゃなんかそうですね、ちょっとなんか写真、固有そうな、ね、固有そうな感じがしますね、うん、か携帯で乗るやれるんですかそう、携帯から、うん、携帯配信、うん、パソコンからも配信できるんですか、ツイキャスって、うんうん、どっちもできるみたいですすごいですね、うん、え、どっちでも見えますよどっちも見えるお腹すいたなそばはどこ行くんですかそば、そばどこか美味しいところあるこの辺ゴンがしたいゴンゴンゴンってめっちゃ聞いたことあるあ、あのカップラーメンにもなってますよ、ね、あカップ麺カップそばにもなってますあえそうなんだへえすごい行きましょうイサですかイサ行くご飯食べるでもラーメンも迷ってるラーメンあるんですかラーメンも食べたいラーメンもいいよね山下さんはラーメンって言ったからラーメンも食べたいラーメンつけ麺がつけ麺普天間のとかあるんですか、うんR30 は誰が言うんだっけ自分ですはいやってよじゃあ
ラブ R30。 さあ、このコーナーは平均年齢30歳の私たちがちょっぴりアダルティーに男女の恋愛観について毎週テーマを決めてラブを語るコーナーです。今日のテーマは好みのファッション。リスナーの皆様のラブについてもお聞かせください。これさ、途中で入るエコーがツボだよね。今日のテーマは好みのファッション。シリセクシーなんだけど声がね、ゆうち声もいいね。ゆうち声いいよね、うん、そうっすね、いい声しますよね。だんだん慣れてきたら、うん、なんかいそうじゃない。うん、いそういそう、うん、DJ とかじゃん。 DJ でいそういそういそう、うん、マジですか。うん、いけるいける。そうですね、行こう行こう。ふぅで、このエコー聞かせて朝起こしてもらっていい。あゆくさん、おはよう。死に怒られそう。死ね、なんて起こすねや。怒らんから、あ、ゆうちありがとうって言う。そ最初だけでしょ、それ。後からって、うるさいって言う。でも声は大切ですよね。そうですね、うん、はい、うん、いい声してるからね。いい声してるからね。はい、生まれ持ったものですからね。はい、はい、リズム感を覚えてね、うん、はい、リズム感。アルファユングさんから、はい、来てますよ、コメント。どうも遅くなったけど、ハイサイ4時でバタバタしながら聞いてますよ。おー、アルファユングさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。FM コザでもお世話になってる。そうそうそう、アルファユングさん、こっちにもね、よく遊びに来てくれるんですよ。そうなんですね、はい、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日はうん、んと好みのファッション、好みのファッションについて語る、はい、っていうのもですね、あれなんですよ、はい、まあ彼女とか彼氏にしてほしいファッションだったり、まあこういうファッションをしてる女性男性はちょっとあグッとくるっていうか、振り向いてしまうとか、うん、街中で会うとね。これなんでまたあゆかちゃん、これのあれに決めたんですか、テーマに。 なんていうんですかね、まあ男性がドキッとするファッションはどういったの、うん、なんだろうっていう、うん、そう聞きたかった、知りたかった、落とそうかなっていう参考にしてっていうね。実際ほら、なんていうの、自分が持ってるファッションと男性、うん、あ、これなんかめっちゃいいと思って着てても男性にほら不評のものとかもあるさ、うん、だからどういったものがベストなのかなっていうのを聞きたいなと思って、はいはい、なんですけど。なるほど。どうなんですか、まあ、街中で歩いてたらどういう人に、あ、こんな格好いいみたいななります、山内さん。僕はですね、うん、あれにそそられます、ワンピース。あ、そそられるって言っちゃったね、うん、ほらわかります、うん、ぴったりした、うん、寝巻きみたいなの着る人がいるじゃないですか、うん、ぴったりした、え、ぴったりしたの着ます、パジャマに。え、わからないけど、スウェット違う、なんかキャミソールって家の中じゃないですか、それ。キャミソールじゃなくてワンピース。あ、ワンピース。うん。ああ。ぴったり系。ぴったり系の。ぴったり系のやつ。ぴったり系の。はいはいはい。あれが結構好き。ああ、好き。な感じですね。あ、ちょっとラインが見えるような。そう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 。はい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 。そっちか。そう。私はあれかなと思ってた。ちょっとまあ A ライン。A ライン。A ラインっていうか下は平ってなってるの。ワンピースだけどちょっとウエストでキュッてなって、あとスカートで白みたいな。いや。白。でもない。ではないですね。でもない。このお尻が結構ね、いい感じにこう見えるっていうか。ラインが。S 字がね。そう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 。ボディコンではない。あ、ボディコンってきてる。マミさんから。ボディコンって違うんじゃ。あ、でもボディコン。一応でもボディコンですよ。ね、はい、形的に。うん、そっか。そう、フィットするやつは。ははは。ただあれですよね、短さ。うんうん。あのスカートの短さ丈の。が長いってことかな。長い。うん。うん。ボディコは短いじゃないですか。短い短い。そうそうそう。もうちょっと長い長い清楚にした感じだよね。そうそうそう。はい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 。それがそそる。ヤンキーママが着てそうな。ああはい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 。わかる？なんかグレーの。はい。たまにスーパーで。グレーの。何このピンポイント。マジピンポイント。ねえ、マジピンポイント。見ます？ん？見ます？見る。結構ね、うって見る。あ、ちょっとタンクトップ系でしょ。ちょっとね、タンクトップ系のグレーのフィット。そう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 。あ、はい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 、いますね。いるでしょ、たまにいる、うん、でもすっぴんでしょ。すっぴんかわかんないわけよ、俺は。あ、そういうことか。すっぴん美人みたいな。すっぴん美人。そうそう。で、あとはこのリゾート
チで履くようなワンピースも好きです、ね、あ、マキシワンピ長いの、長いの、あ、はい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 、あ、珍しいそれ、そうなの、それなんか女性だけだと思ってた、好きなの、あ、本当、うん、なんかあれいいなと思う、自己満足の世界かなと思ってた、女性の、いやいや全然、あ、男性もいけるんですね、そうそう、あれはもう次の展開までありますからね、どういうこと待って待って、どういうこと、次の展開って 先があるの、先がある、先がありますよ、へー、どういう先が、何何脱がすやつ、なんていうかな、そう、うん、すぐ脱げる、下から、そう、あ、下から、そうそうリゾートで下からそうですね、あ、そうで、山内さんは、まあ、うん、ピンポイントできたね、ピンポイントできたね、あ、オッケーオッケー、翔平はどんどん女性に、女性、うん、やっぱ夏なので、うん、ビキニで歩いてたらすごくもろじゃないですか、いやそれはよ、みんなでしょ、ビキニで、あの、なんか、うん、スカートみたいなの縛ってる人いるじゃないですか、あ、パレオ、パレオ的な、オ、上はビキニで下はこのちょっと隠すみたいな、うん、ああ、うんうん、隠してるのがいいんだ、下を、いや、あの普通の街中で、街中でですよ街中でいるいるか、サーフ、ハワイとか行かないとなくない、だそれぐらいの人が増えてほしいです、うん、ああそういうことね、うん、マジでちょっとアメリカンチックな、そう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 、やばくないですか、気にしないよみたいな、そうそう、なニットみたいな、うんうんうん、じゃなくて、うん、もう普通に露出が激しい感じがいいんだなったら何でもいい何でもいいあ、じゃあ肌が出てる方がいい、そうそうそう、一応びっくりするよ、一応海の砂辺とかで歩いてたら違和感ないけどね、普通にこの辺道路こういう歩いてたらねちょっとおかしい人になってるねそれが少ないからそうなるわけであって、うん、みんながやったらめっちゃ最高っす、あ、じゃあそれはね、あ、そうそうそう、あれだよね、なんか映画から見るとカリフォルニアとかはさ、そうそうそう、やっぱりそういう上は普通に下ショーパンで上ビキニとかで歩いたりアイスクリーム食べてたりするよね、あの社会人の、うん、あのカリーシュウェアみたいな、うん、感覚でやってほしい、うん、そこまで求めてるちょっと清楚みたいな、そうそう、遊びに行く時のね、あ、仕事ではなくて、あ、そういう格好で飲み会にも来てほしいんだ、来てほしい、あ、やばいっすね、怖いけどそういうそういう場所に行ったら、じゃあちょっとそういう飲み屋さん行けば夏限定ですよ、カリウシアもそういうこと、ね、夏だけじゃないですか、うんうん、クールビズで、うん、でそういう感覚で、うん、もう沖縄ってもうリゾート地に なってるじゃないですか、うん、なりつつあるので、うん、それを全面的にアピールするために、うん、女性の方頑張ってほしいですね、あ、女性の、じゃあ誰か第一人者姉さんにやってもらいましょう私って見てるからのじゃないので、まあ、度胸がある人だったらね、え、でも水着になってんじゃない、水着はもう昔はモデルの仕事で何回かやったことあるんですけど、今はもう若い人たちに任せてって感じです、あ、そうなんだね、もうだってたるむところはたるみますからね、そうなの、たるみますよ、ちょっとなんかで背中とか結構あるじゃないですか、ラインが見えるっていうか、うんうんうん、あの筋肉が緩むんですかね、背中緩んできますね、あ、そうなんだ、背中ってやっぱり出ますよね、年齢、ね、いや出ないですよ出ないですプロフェッショナルめっちゃきて年齢はありますよ、あ、ではまだ出る年齢ではないです、あ、大丈夫、まだまだいける、それまだいける、あ、じゃあ頑張ろう、じゃあ次飲み会で水着着て水着で、あ、いいっすね、沖縄よくいるし、水着着て T シャツ着てるじゃないですか、うんうんうん、そんな感じで着てほしいです、なんか、あ、水着を着てほしいってことで、水着、そうそう、あ、透けるような感じで、そう、透けてもいいよ、うん、ビールかけたら透けるみたいな、透けても大丈夫じゃないですか、ビールかけたら、かけたからビールかけて、あ、ごめんみたいな、そう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 、変態だろ、たまんね、それが普通な世の中になってほしいです、ね、ああ、そういうことね、もうちょっとオープンにしれと、そうそうそう、別に襲うとかそういうのはないですよ、当たり前ですよ、そういったのではなくてもうちょっと見せろと、見せろじゃなくて見ても何もあんまり思わないから、うん、どん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 自分を出して、うん、え、見ても思わないんですか、はい、思わないのにやってほしい、じゃあ思わない世の中にしたい、あ、なるほど、オッケーオッケー、アメリカですね、もうそうそうそう、アメリカンですね、ハワイとかそっち系なんです、じゃあ翔平はビキニを、はい、っていうことで、あんまり参考ならんけどユーチーはどんな格好、ダンス、うん、あ、いや、ま、おしゃれ番長のユーチーとしては、ね、おしゃれですもんね、女性にどういった服装を求めるのか気になりますけども、どうかな、まあ、夏だと、うん、まあ、ショーパン、
今あやさんのショーパンとか、うん、まああのピチピチの何でしたっけ、ピチピチの何、ジーパン、ジーパン、スキニー、そうそうそう、スキニー、ちょっとハイウエスト気味のスキニー、あーはい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 、はい、で靴はぺたんこ履いてほしいです、あはは、あ今日まさにじゃない、うん、靴ねぺたんこ履いて、告白してるんだな、でもあゆさん32だけどさ何このやり方そう思う、あゆさんみたいな格好とか、あ好きですか、そうそうそう、あよかったです、なんだろうラフ、なあラフ、ラフではないんじゃない、ラフですね、私も基本ラフ、楽楽なやつ、あ 楽、うん、楽なものが、うん、そうラフだけどなんかさらっと着てる人がいい、うん、うんうんうん、ああなんか上級者って感じだね、ね、ラフだけどおしゃれに見える感じでしょ、そう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 、そんな感じがいい、そういうの難しそうだね、一番難しそうだね、うん、一番、うん、そうそう、またまたちゃんと本当のこと言わないと僕ですよそうですね、ね、うん、じゃああれはうん、部屋の中、部屋着、部屋着はどんな、あ俺部屋着も一緒だな、部屋着も一緒、グレーのグレーのピチッとしたやつ、ね、脱がしやすい感じ、脱がしやすい感じで二段階踏まないでいいっていうね、そう服とパンツ分かれて一枚さらって脱げるっていうね、そうそうそう、翔平はビギニ、いやビギニ、部屋の中で水着だったらどこ行くばってなるじゃないですか、ああそうだね、そうそうそう、うん、脱がすけどじゃあ下着、どっちですか、下着も全部乗っ取って、うん、T シャツと普通の、うん、T シャツと、うん、こういった普通のなんですか、バスパンみたいな感じです、ああ中でも、ね、あじゃあもうノーパンノーブラ、あのノーパンではなくてあノーブラがいいわけね、ノーブラのみたいな T シャツ俺と翔平さんはちょっと変態だね、ちょっと変態だね、ちょっと変態だねいやもうラフじゃないですか、家の中もうあれでしょ、さらけ出してるっていうか無防備な感じがいいんでしょ、そうそうそう、はい、ムラジャーつけてないか、それでも全然ムラムラしてないので、うん、もう全然絶対嘘するでしょ、ムラムラしてないよ、乳首が見えてるんでしょ、見えるっていうかあのピンってしてるんですよ見えてるじゃない、ムラムラするだろ、しないしないしない、ちょっと嬉しいみたいな、だって私でも男性が、はい、あの白い T シャツで、はい、乳首がピンってなんか形めでたら、うん、ムラムラはしないけど、ムラムラすんのムラムラはしないけど、あセクシーだなって思うよ、見てしまう、それが部屋の中でだったら最高じゃないですか、うん、最高だね、それがもう外だったらもう犯してくださいですよ、違いますけど、まあそんな感じじゃないですか、日本人からしても、そういうことね、うん、ゆうちは部屋着は、僕は、うん、まあ、ハーパンの、うん、スウェット生地のハーパンにちょっと白のタンクトップみたいな、うんうん、あーいいね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 、いいね、それ私やるやついいね告白かこれ死んだから何の死よ誰に向かっての死よじゃああゆかちゃんは男性の格好、男性の格好、うん、が好き、もう私もラフな人が好きです、あの普通の普通に普段あ街中で街中で、うん、めっちゃおしゃれしてるのは好きじゃないですね、ラフってどんな感じ、 T シャツちょっと翔平さんみたいなの、翔平はスポーツのあれさ、はいはいはい、普通に私服としてだったら、うん、なんていうの、もう白 T、 白 T にちょっと短めの半ズボンとか、うん、ああイタリア系、そうイタリア系だなちょい悪系、イタリア系なの、そうここはラフだけど靴みたいな、サンダルじゃなくて靴みたいな、とかサングラスとか時計でちょっとおしゃれ出してる人、また上級者ですねワンポイントおしゃれワンポイントおしゃれね、難しいな、をそう何気なくやってる人がいいな、うん、そう、家は家着、家着はね、ちょこれ参考にしたいですね、あいいですね、あ家着はいいね、参考にした、考えたことなかったな、家着なんだろう、どんないい気してたらこうグッときます、うん、グッとくる、そのあのこう男性に、そうそうそう、あやっぱり家着でも白 T かな、うん、白 T に、うんうん、なんだろうかな、あやっぱりスウェットみたいな、
ああ、これムラムラくるパターンですね。ムラムラくるを聞いてるんです。ムラムラ長ズボン。長ズボンがいい。長ズボン。うん、でちょっと脱いだ時にピチッとしたパンツがいいです。ボクサーパンツ。ボクサーパンツがいいですね。トランクスっていうかちょっと緩めのやつじゃなくて、うんうん、ピチッとしたやつがいい。V パンは？V？ あ V でも全然いい。ユーチューブ V パンなの？いやトランクスです。お、マジ？トランクスなの？ボクサーじゃない？ああ、ボクサーだ。あ、ボクサー。ボクサー。ほら、パンツに T シャツとか燃える。あ、そうそうそう。あ、そうなんだね。燃える。うん。ああ。あ、もうパンツだけってこと？うん、パンツ。パンツに T シャツで燃えるんですか？マジっすか？うん、T シャツもちょっとダラダラしたやつだよ。にパンツ入ってたら。ピチッとした。ピチッとした。もも感がいい。ももを触りたくなりますね。あ、これ毛があったらどうなんですか？あ、毛も全然、毛はもう大歓迎大歓迎よくわからない大好物毛ある方が好きです。胸毛とか。あ、そうなんだ。はい、うん、あ、じゃあうちのスタッフの上原すごい背中まで毛そうなんだちょっと今度上原くんに見せてもらおう。マミさん、あれですね、肩甲骨が透けてるとなおグッと。ああ、そうだね。え、肩甲骨って何？肩甲骨後ろのこのこっちでしょ。ああ、羽みたいな。はいはいはい、そうだね、そうだね。ちょっと透け感がある白い T シャツでちょっと胸元開いてるやつ。うん、そういうのにお願いします。ムラムラするんです、ね、そういうのにムラムラするそう、ムラムラしますね。なるほどやってほしいですね。はい、わ、うん、かりました。男性の皆さん、参考になりましたでしょうか？なったかな、はい、女性の皆さんも参考になってないと思います。なってないねピンポイントすぎてよ。ユーチはちょっとなったけど、ユーチはね、ユーチでもちょっとハードルが高い気がする。あ、高い気がする、うん、おしゃれさんだから、うん、誰でもできるのはやっぱり、ね、ビキニじゃないですか一番できない100名中1人ぐらいじゃないですかそういう女性を見つけましょう、はい、ということで、はいはい、このコーナー一旦締めます。で、じゃあ翔平からね、曲を紹介しましょうか、はい、曲の紹介、竹原ピストルさんで東京1年生です。あ、なんか良さげ。この曲こんな感じなんだ。ちょっとなんかピストルズって言ってたから。いや、でも結構激しいのもあります。あ、あるんだ。カバーとかもしよう。お、かっこいい。そう、かっこいいわけ。ね、声がかっこいいわ。これ曲ってこっちの外も聞こえるんですか？うん、あ、うん、ラジオは聞こえるけど、ツイキャスユーストリームが聞こえる。そうそうそう、肩甲骨で肉で見えねえよ肩甲骨でこれですか？これ。ああ。ユーレッシュ。48分、10分、50。7分。やばいね。うん、押し、あとね、巻き気味で。あと7分。あと7分。でもこれあと4分あるわけ。はい。途中で、はい、やりましょうか。次の若が4分ってことですか？この歌が？ああ。うん。パン屋。あ、やめろ。やめろ、やつさん、あっちの方に見られる。この番組楽しいですね、本当に。楽しい時間が終わってしまう。ありがとうございます。モンキーさん、ありがとうございます。モンキーさん。やっぱりでも4人がいいね。姉さんがいてっていう。そうですね、ね、みんなね。面白いね。そう。4人でまだ喋ったことないんじゃない？ある？あるか？あ、ないか。ないよね、ソロではね。そうだよ、4人で喋ってみたいね。ね、うん、やっぱ、なんていうの、いいあれだなと思う、4人、うん、4人、うん、すごいいいキャラで、よかった。
みんなオフモード今日まったりですね今日まったりですね、あのあれだからじゃない二日酔いだから二日酔いと夏バテ、あ、そっか、翔平さん夏バテ、夏バテとゆうちは俺は、うん、気づかない、あ、違うどういうこと俺はいつこけようかな、なになにこれどういう、なんて読むの、清楚系、清楚系で、あゆが清楚系で笑い、嘘、清楚系あゆ、あれじゃない、あのいつも FM コノで、あのリスナーさん下ネタしか言ってないから、あ、そうだね、今日はちょっと清楚系に見えちゃうのかな、あーそうだ、ね、清楚系の、うん、なんか決めポーズして、清楚系のカメラに、これは清楚系じゃないよね、嘘、これはなんかいやらセクシー系じゃない、うん、清楚系は分かんない、ね、じゃあそろそろ行きますね、はい、何次曲しない、ベンベンベンパイヤパイヤパイヤベンベンベン張り切ってよベンベンベンパイヤパイヤパイヤ、さあ始まりました、プリンスゆうちが独自の世界観で本日のお題について語る真剣ゆうちしゃべり場、本日のお題は僕のリフレッシュ方法、そして最近初めて学校に行ったゆうちの一言ハングル講座もあります、イエイ、パイヤパイヤパイヤ今日あれだったね、ちゃんと言えたね、パイヤ、パイヤね、響いてました、はい、で今日のお題が僕のリフレッシュ方法、僕のリフレッシュ方法ですね、そうですね、もう暑い夏ですからね、そうそうそう、リフレッシュ、夏バテとかもするからね、なんか例えばね、うん、仕事終わってどうリフレッシュするかとか、うん、あ、いっぱいみんなのちょっと気になるなと思って、リフレッシュ方法を、そうそうそう、お、じゃあゆうちはどんななの、僕はまあいっぱいあるんですけど、うん、一つ言うと、あの、うん、まあ、仕事終わって車、お風呂入って車乗って、うん、でドライブしながら自分の好きな音楽かけて、うん、で爆音で歌う、あーあーいいね、リフレッシュだね、うん、それはいいね、めっちゃいい、 でも、うん、なんだろう、隣に車が来ると、うん、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしいから、なんかこんなってこんなって言ってもラジオでストレス感じるストレス感じるよねじゃあもう行った瞬間にまた歌い出す、歌い出すこれ結構おすすめですよ、うん、いいですね、いいね、あやさんは、私は最近あのジョギング結構ハマってて、仕事行く前にさらって自分のやっぱりそれこそ好きな曲をかけながら、うん、あの合わせに住んでるんですけど、はい、合わせの会合わせ干潟、うん、をあの自分の家から合わせ干潟のテトラポットをずらばーってまっすぐ行って、そこをまた帰ってくるっていうので30分なんですよ、うん、ちょうど、だからちょっとここで汗流すみたいな、30分間、いいね、それもね、そういいですね、それがリフレッシュ方法ですね、今は、うん、すっきり、うん、すっきり、うん、汗流すことはやっぱり気持ちいい、汗流すの、そうですね、翔平さんは、翔平は沖縄の人、うん、海泳がないじゃないですか、うんうん、夜の海超いいです、あ、夜の海、怖そう、夜の海で泳ぐわけ、泳ぐ、うーん、一人でなんですけど、うん、一人で泳ぐわけ、たまに、最近よく一人で、怖い怖い、足引っ張られそうじゃない、ね、最近行ったんですか、最近よく行きます、海に、一人で、夜一人で、どこの海に行くの、池江島とか、あ、怖いですよ、うん、怖い、池江島、夜とか怖いっす、行くまで怖いよね、まずね、怖い怖い、一人で行って、あ、どこでもいいんですけど、うん、まあ泳げるところだったら、うん、まあ、友達と行った方がいいかもしれない、怖い人は、ね、夜の海、星とか見えるからね、あの浮くんでしょ、はい、夜の海に、それはちょっと分からない、いいね、やったことある、怖い、海黒くないですか、違う、うん、違うあれがあるでしょ、癒しがあるんでしょ、ありますね、あ、それもいいね、山下さんは、僕はリフレッシュ、なんだろうな、僕は別に特にない、特にないですか、リフレッシュ、あ、家で青森を最近ワンカップ飲むんですけど、ワンカップそうそう、それかな、あ、もうそれ飲み始めたら終わりですよ、じじでえ、ワンカップだけですか、 あえてワンカップだけ割ってください
割ってください。ワンカップは一応ワンカップも分かりますよ。楽ですよ。楽なわけ、うん、楽なんですけど、ちょっと水氷とね、ちゃんと用意してやりましょう。オッケー、それはそうだね、そうします。それをしましょう。じゃあそろそろ各国語講座もう時間ないね。やばい、やばい、そのまですね。はい、今日の韓国、今日の韓国語はコンベ、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 マミーさんがね、あ、そう、マミーさんが先ほど最初の方で教えてくれた、コンベって教えてくれた。はい、じゃあ今日のあのなんだっけ、ノンアルコールでコンベっていう意味は、ね、乾杯です。乾杯、はい、韓国語で乾杯、はい、今日は乾杯、コンベでした。コンベ、コンベ、はい、いいですね。ありがとうございます。はい、まあ、ゆうちのコーナーはここで締めて、はい、そのままエンディングいきましょ う。時間がないからね。はい、さよならしか言えないです。さよならしか言えないです。そうです、18秒しかないのでお届けしたのは、はい、あゆことあゆと、ゆうきことゆうちと、翔平ですと、あ、山内です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。みんなまた聞いてね。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いいですね。これでもあれ、本当にタイムちゃんとやった方がいいね。タイム、そうですね、そうですね、ある程度は、まあ、時間割り結構ちゃんとしたコーナーあるからね。コーナーあるから OK。 皆さんありがとう。あ、もう求まっちゃってるんだ。そうか、そうか、熱い、パンヤ、パンヤ、タイヤ。R30 の、 あのエコー、ツボなんですけど。あれ、いいよね。ね、ゆうち、これいいの。うん、いいコーラ。